スッとこう上がって、まあ全盛期の時よりは上がってないですけども、どうですか山さんは逆にあのこればっかりのパンチを見てどんな感じだったですか。あれは私にも責任があるんです。あ、そうなんですか、うん、はい、うん、あれはね。始まりました迷宮会チャンネル。今回進行はダイナマイトパンチ佐藤です。そして今回のゲストは、阪急ブレーブス、まあ、96年のオリックス日本一の投手コーチであります山田久志さんです。よろしくお願いします。はい、はい、どうぞよろしく、はい、山田さんとはこういうふうにどっしり話せるのは初めてで、今日はよろしくお願いします。なんか そうかなと、はい、思ったらそうだな、はい、あのあそれこそ阪急巨人の日本シリーズの時は僕は小学生で、うん、あの山田さんのこの独特の一回こう上がってこのホームっていうのは小学生の我々みんな真似したもんです、うん、はい、うん、で僕感動したのが山田さんがオリックスの投手コーチになってくれた時に、うん、雨の日に、うん、たまたまピッチャーがいなくて山田さんが投げてくれたんですよ僕にね。あ、そう。その時に、うん、考えたら失礼な話ですよ、山田さんをバッティングピッチャーにって言うんだから。ただ山田さんも投げるのが好きな人だからパンチ行くぞって言ってくれて、山田さん覚えてないと思うんですけど、スッとこう一回スッとこう上がって、まあ全盛期の時よりは上がってないですけども、それがスーッとストライク、スーッ、僕3球見逃しちゃって、あの見とれて、どうしたんだパンチとか、すいません見とれてしまいましたバカ野郎なんて。だって、うん、あの時のピッチャーの方が投げてくれるってのはこれは痺れました。あ、そう。だって小学校の時、うん、僕覚えてるんですよ、うん、さあ西宮球場です、西宮球場は日本シリーズこの時間になりますと、マウンド山口隆のマウンドが日向、途中日陰、そしてバッターボックスが日向日向日陰日向、山口隆の球は見づらいでしょうねという意味が全然分かんなかったんですけど、覚えてるね、そう、自分が入ってみたらこういうことか。この日本シリーズになりますとベンチ裏に軽い軽食などが用意されたなんか食べながら野球やるのとか、西宮球場のベンチはこの時期冷えるので下が焼き鳥屋さんの火鉢のようになってますとか言うんですね。実際行ってみてこういうことかっていう。そうあの球場良かったですね。良かった良かった本当に、はい、いい球場だったよね、はい、あの一言で言ういい球場、いい球場、うん、こう、うん、劇場じゃないですけどってやるとパンそうこう、うん、でね、で今日はその吉岡という後輩がこれを山田さんとの対談でということでプレゼントしてくれまして、いや懐かしいブレーブスね、晴れたる青空、そう我らのブレーブス、いやあの歌もいいですね、いい、はい、うん、で山田さんはあのまあ引退されてから、うん、オリックスのピッチングコーチということで、そうそうそう、どなたから声がかかったんですか。これは会社の方から、会社の方から、はい、あの代表をやってたあの、はい、井野さん、はい、井野さんが会いに来て、はい、若いこれからのチームだしね、はい、一つ力を貸してもらえないだろうかということで、はい、まあそれはもう喜んでやらせてもらいますっていうのがスタート、はい、結構ちょっと間が空きましたよね。そう、野球解説5年ぐらいやったかな、5年ぐらいやって、その間にオリックスになってからいろいろ監督が変わったりしたじゃないですか、ね、しょっちゅう変わったりして、はい、そういう、まあ、話はずっとあった。あったんですか。話は、あ、うんうん、じゃあこの状態じゃちょっとなって感じだったわけですか。そうでもないけど、はい、なんかまだ自分でちょっと外から野球見るのも、うん、まあいいかなっていう感じ で、はい、でまだいた時だよね。で僕山田さんがこうコーチになれた時に、うん、僕は厳しい人だっていうふうに思ったら、うん、いつもニコニコして、うん、穏やかなっていう印象がありましたけども、うん、まあ、意識してじゃないですけどやっぱり年齢もこう違うので、やっぱりそういうのあったんでしょうね。あった、うんうん、僕はもう練習もすごくやったっていう話も聞きますし、うんうんうん、あの山田さんでさえ試合前に胃薬 2つ飲んで投げたっていう話も聞いてますし2つはオーバーだけど1つはな
古水さん2つ聞いてるじゃん必ずこうやってあの2つ飲んでたってだそんな厳しい人かと思ったら穏やかな人で、うん、さあどうですか山田さんは逆にあのこればっかりのパンチを見てどんな感じだったですか。いやパンチさんはね、はい、今で言う新庄だありがとうございます、うんはい、なぜかしら、はい、こう雰囲気がねあ山田さん嬉しいな、うん、そこの雰囲気がふっとこう光が差すよ、ね、いや山田さん褒めすぎですよ。いやいや本当なんだよ、本当なんだ前にも言って、言ってんだよ、はい、うん、だからあの時はやっぱり、はい、こんなことパンチに言ったら申し訳ないけども、はい、あのムードメーカーだったよ。ああそれは、はい、チームを非常にこう、はい、あのそれまでのイメージだったチームを変えてくれたよね、はい、いやあの、うん、実はですね、うん、その上田監督ってああ見えて、うん、僕が入団した時に2人の時に、うん佐藤なお前なテレビでなバイバイバイ言ってるけど気にするなどんどんやれうちはなあれ地味な選手が多いからどんどんやれってあの人が言うのかというぐらい、うんうんうん、あの言ってくれたんですよ。それが大きかったと思います、うんね、で上田さんってああ見えてこうなんていうか気配りの人でもありますよね。いやもう気配りですよね。すごい日本シリーズの1時間十何分の講義で僕、うんうんうん、おっかない人だと思ったんですけど、うんうんうん、まあ厳しいおっかない人ですけどもいや気配りの人ですよね上田さんはね。あの人はね、その人その人一人一人の絵の、はい、その70人ぐらい選手を扱ってる選手の、はい、一人一人にこう接し方が違うんだ。はい、僕にはパンチに違う、はい、パンチにそうやって接して、じゃあ俺にもそう接する方が違う。ああ、うん、いやそれがびっくりして、うん、まず最初キャンプで、あのティーバッティングあのキャッチャーの後ろバックネットで打ってるじゃないですか。佐藤もっとこう打てないよもっと来いぜとはいカッカッほんとおっかねえなと思ってそして上田さんは三塁ベース行ってレフト線に行って、うん、あの球場出たんですよ、うん、カッカッふーっと思ったらもっと来れんかともうそう言うんですよもう一周してすごい人だなと思ってせっかちな人だったな。それがその人がもっとやれもっとやれって言ってくれて、うん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 、あともう一つがですね、うん初日しかミーティングしないんですよね、うん、キャンプの。で当初は佐藤義雄がいて山脇がいてどの子なので、うん、ピッチャーこれだけいたら十分だで打線は12球団1だと思ってる、うん、ブルーサンダー打線と俺が名付けてどんどんやるから、うん、ただうちに唯一足りないのは機動力だ、うん、西武の盗塁数がいくつオリックスはいくつオリックスの数は秋山石毛辻潤と足した数だそれだけじゃダメだもう走るぞどんな試合でも1人1つしたら1万3つ取りしたら3万消化試合でも関係ないとか言うんですね、うんうん、そこで呼んできたのは今津だとか言って言って今津の言葉は俺の言葉だって言って出て行ったんですよ、うん、だからあの年は、うん、盗塁したら1万円もらえるからでこれ皆さん笑い話じゃないんですけど、うん、鈴木哲っていう西武のピッチャーが、うんうんうん、同じ熊谷組なんですよ、うん、であれセカンドに器用な牽制できないから、うんうん、勝手に走ったんですよサードに、うんうん、で伊藤さんが慌てて点数僕はホーム入ったんですけど、うん、ベンチで僕のことをみんな先輩が責めるんですよ、うん、なんだお前佐藤1万円欲しいから走るのか暴走じゃないかって言った時に、ああ上田さんがパッと僕の顔を見てくれて優しい顔で走ると思ったかって言われたんですね、うんうん、はいあの鈴木哲はあの二塁に牽制できないので皆さんも走れると思いますって言ったらそうだ熊谷みなみ一緒だもんなそうだなってあ気配りの人だなといやそうで吉典さんがノックアウトを食らった時には、うんうん、あのホヤさんが、うん、よし日本酒いや監督から言われてるからって気配りの人でしたよね。上田さん面白かったよね。はい、あの人は勉強家でね、それで記憶力がすごくてね。すごかったですね。記憶力がね。まあちょっとこれは、うん、いい話からあれですけど、山田さんが開幕投手が吉典さんに変わったという、うん、あれはね、あれは私にも責任があるの一つ。あ、そうなんですか、うんはいうん、あれはね、何にも私が言わなくてもいいことをね、上田さんに言ってしまったので、はい、上田さんがやっぱり変えてしまったっていうね、はい、何言っちゃったんですかあのね、最後の登板、調整登板で名古屋で登板したのよ、はい、なんか全然良くなくてね、はい、もう3回、4回で5、6点がなんか取られた、そういうもうめった打ち食らったの、はい、で、いつもそうなの、オープン戦は全然力入れないから、はいだからもう開幕のあと1週間あればもう全然大丈夫、はい、もう出来上がってるから自信はあって、
その時のね、監督の談話がね、いつもそういう上田さんの談話はそういう談話じゃなくて、今年の山田はね、どうもいつもの これまでの山田と違って体のキレとかまだ出来上がってみたいだな、出来上がってないみたいだなって、そういう風に見えるんだけど、大丈夫なのかなってそういう台本乗ったのよ、はい、それまでは乗ったことないの、はい、もう開幕は山田に任せてるからとか、はい、あれおかしいな、ひょっとしてそういう不安持って開幕行かしたら申し訳ないなって気持ちがちょっとあったわけよ、俺の中にね。でコーチもそう、なんかそういう声が聞こえてくるんだよね、おかしな雰囲気なんだよね、はい、俺だろ普通はと、うん、はい、で監督にそこで会わなきゃいいものを、はい、練習の前にこうすれ違うのよね、はいはい、ベンチのところです、はい、あ監督あの開幕のことですけども、 あんまり私にこだわらないでくださいよとかってポッと言ったのよ。ああ言っちゃったね、はい、俺はね、なんやまお前、はい、お前に行かなきゃお前記録もかかってないよ、はい、お前行かなきゃうち誰行くんだ、はい、それを帰ってくるもんだと思って喋ってるわけ、はい、そうか、あった、じゃあちょっと待ってくれな、はい、と言ってしばらくしてその夕方練習終わった後にピッチングコーチから、はい、いませんだったかな、うん、あ佐藤で行くことになった、はい、って言われて驚いたっていう、はい、で吉野さん言ってました、うん、山田さんってみんな思ってるのに俺が開幕投手になって負けて3ヶ月山田さん口聞いてくれなかったってそんなこと、いやいやいや、ロッカーでもこうやってうんって吉根さん言ってましたよ、そんなことない、3ヶ月口聞いて俺は何も悪くないのにって。でもまあ今穏やかになったからあれですけども、あのそれぐらいのだったっていうことです。